シャープは来月始まるテレビの 4K 試験放送が受信できるチューナーを備えたレコーダーを業界で初めて発売します。フルハイビジョンの4倍の高画質である 4K の試験放送は来月2日から衛星放送で始まります。これを受け、シャープは業界で初めて 4K 放送を受信できるチューナーを備えたレコーダーを来月25日に発売します。また10月からはインターネット回線を通じた 4K 映像の配信サービスも開始され、シャープはこれに対応した 4K テレビも来月発売します。想定価格はレコーダーが12万円前後、テレビが43万円前後からです。シャープは今後 4K テレビの割合を2割以上にすることを目指しています。 4K テレビはソニー、東芝、パナソニックなども発売に乗り出していて、試験放送をきっかけに 4K テレビの普及を進めたい考えです。 4K 放送は2016年に本放送に移行する予定です。